皆さんこんにちは、ひなです。本日はですね、今からでも着れる秋をちょっと意識したルックブックをやっていこうかなと思っております。まだまだね、暑い日は続いているんですけど、もう私自身もね、気分はちょっと秋っていうことで、いろいろと今着れるような秋アイテムとか、まあ秋色のものを使ってコーディネートをすることが多いので、そういったところも踏まえて今日ちょっとルックブックやっていこうかなと思っているんですけども、今日はですね、なんと海外セレブも愛用している天然シルクやカシミヤなど天然素材にね、こだわって作られている、しかもね、肌に優しい素材でできているお洋服ブランド、ディリーシルクさんのアイテムを使ってやっていこうかなと思っております。で、今もうね、ちょっとこちらに、並べてあるアイテム、そして私がもうすでにちょっと着ているアイテムもそうなんですけども、めちゃくちゃ肌触りがいいのと、着ててすごくいい女になれるというか、上品な雰囲気がかなり出るようなアイテムがすごく多かったので、そういった部分もご紹介していきたいと思います。で、ちょっと最初にお話ししておきますと、天然素材っていうだけあって、お値段もします、するんですけども、なんと今回ですね、ありがたいことにディリーシルクさんからこちら、この限定クーポンコードを発行していただいたので、もしこの後私が紹介するアイテムも含めてちょっと気になるなっていう方はですね、このクーポンコードを使うと、なんとですね、サイト内全商品が 20% オフで購入することができるそうなので、もうめっちゃこれお得かなって思うので、よかったらぜひね、概要欄の方もチェックしてみてください。では早速ちょっとルックブックやっていきたいと思います。それではスタート。はい、というわけで1つ目のコーディネートから紹介していきたいと思います。1つ目はですね、オープニングの時から着用していたね、特に中でもね、結構お気に入りのこちらのトップスを使ったコーディネートから紹介していきたいと思います。もうね、伝わりますかね、もうめちゃくちゃ綺麗な形で、すごくこう華奢見えするような印象が出てるんじゃないかなと思うんですけども、トップスもボトムスも両方ともディリーシルクさんのアイテムなので、ちょっとそれぞれちょっと紹介していきたいと思います。まずこちらのトップスの商品名なんですけど、 V ネックポロカラーリブ編みシルクニットトップスです。商品名にあるようにシルク 100% でできているトップスなんですけど、なんとね、こちらのトップスは洗濯機で洗うことができます。やっぱね、どうしてもシルクってすごく天然素材のものなので、お手入れっていうものとかを気をつけなきゃいけないんですけども、これを洗濯機で洗えるっていうね、もうめちゃくちゃありがたくないですか。もうそういうところもちょっと惹かれて、私は結構個人的に中でも推しのアイテムなんですけども、あとポイントはかなり伸縮性があるんですね。で、ピタッとこう肌に密着はするんだけど、きつい感じの密着の仕方じゃないので、着ていてかなりストレスフリーです。で、チクチク感とかも全くないですし、ネイビーと白のね、バイカラーのコントラストもかなり素敵だなって思っております。首もね、程よく荒れているので、すごいこう顔周りとかもスッキリして見えるので、すごくお気に入りのトップスです。で、それに合わせているボトムスなんですけども、こちらの商品がベビーシルク製プリーツイージーワイドパンツっていう商品になっております。人気アイテムの商品になっていて、実はね、この私が着ているこのトップスも人気アイテムの商品だったんですけど、それ同士を組み合わせたコーディネートを作っております。で、このベビーシルクっていうのが軽くてシワになりにくいのが特徴のボトムスなんですけど、本当にかなり楽ちん。もう軽さがもう全然やっぱ他のスラックスと比べると違うので、まあちょっとまだ暑い時期かなと思うので、こういったね、ちょっと暖かい時期にもすごく使いやすいですし、これからちょっとこう秋にかけてもこういった素材を取り入れるとすごく可愛いんじゃないかなと思って選んでみました。まあ全体的にはまだ暑いので爽やかなカラーでね、まとめてみてはいるんですけども、まあ、バッグでこういうね、ちょっと私物なんですけど、ベージュ系のレザーのアイテムを取り入れたりとか、してちょっとだけ秋要素を足してみました。で、髪の毛はちょっとこういう風にヘアクリップでまとめてみております。はい、じゃあちょっと2つ目もね、このトップスを使って着回しコーデやっていきたいと思います。
はい、それでは2つ目のコーディネート着替えてきました。2つ目は、1つ目に着ていたこちらのトップスをちょっとこうカジュアルな感じに着回す形でコーディネートを組んでみました。まあ、カジュアルっていうことで、このトップスね、何にでも相性がいいんですけども、デニムとの組み合わせ欠かせないかなと思って作ってみました。このネイビーのカラーと白のカラーなので、やっぱりこう爽やかさだったりとかもあるので、このカジュアルなデニムとの相性めっちゃいいかなと思って選んでみたんですけども、ただこのトップスの上品感は活かしたかったので、小物だったりとかは少しこう落ち着いた感じのアイテムであったりとか、足元はローファー、これも私物なんですけども、こういう形の小物で合わせてみました。こんな感じのカジュアルなコーディネートです。はい、というわけで3つ目またまた着替えてきました。2つ目ちょっとデニムを使ったコーディネートだったので、ジリーシルクさんのアイテムとデニムを使ったコーディネート可愛いかなと思ってやってみたんですけども、こちらになります。もうね、このシャツもめっちゃいいですね。私シャツ大好きなんですけど、これだけ滑らかで、すごくこのドレープ性の柔らかさ、こう動いてる時のね感じがたまらなく可愛いなと思ったシャツなんですけども、まずこちらの商品名がピンストライプ柄長袖シルクシャツっていう商品名です。まあ、シルクなので艶やかさみたいな感じは他のシャツではなかなかちょっと表現が難しい感じのアイテムだなと思っているんですけど、通気性、低刺激性、保湿性に優れているので、こういう風にまあちょっとカジュアルな形で一つ目ちょっと着てみたんですけども、そういう風な着方ももちろんいいし、今の時期だったらね、まだ暑いけどちょっと温度の差がね激しかったりとかするかなと思うので、朝は袖なしのアイテム着てるけど夜はこういうシャツを羽織るみたいな形もいいかなと思います。で、カジュアル以外にもオフィスコーデとかにもすごく使いやすいような素材のシャツになっているので、そういった感じで使うのもありかなって感じですね。で、まあ、全体的にこの柔らかさとちょっとこのねリラックスサイズ感なので、こういうカジュアルな綺麗め大人秋コーデっていうのを3つ目は作ってみました。ちょっとねまたこのシャツを使って次4つ目コーディネート着替えていきたいと思います。はい、というわけで4つ目のコーディネートは、先ほどお話ししたようにこのストライプ柄のシルクのシャツを使ったコーディネートをもう一体ちょっと考えてみました。さっきのコーディネートはね、こう羽織るような形でコーディネートをねちょっと作ってみたんですけど、今回はこう全体、まあ、上だけをこう留めたような形でコーディネートをしてみました。全体的にこう淡い色の感じのコーディネートなんですけども、まあ、一番今紹介した中だと秋っぽさが出てるんじゃないかなとは思います。もう私ワントーンがすごく大好きなので、やっぱワントーン系のコーディネートはこうね必ず一体こうルックブックに出たいなって感じで今回見れちゃったんですけども、何より素材がね両方シルクなんですよ。だから本当に上品感っていうんですか、もう歩いててすごい背筋がピンとするようなそんな感じの着心地なんですけども、パンツの紹介をやっていきたいと思います。こちらの商品名がマルベリーシルクハイウエストワイドパンツっていう商品になっています。このねペールグレーっていうカラーの、私はねカラーを履いてるんですけど、なんかシルバーっぽくも見えるし濃すぎない感じで、ちょっと白っぽさもこう見えてすごく可愛い色合いだなと思っているんですけど、でこのマルベリーシルクっていうのが柔らかくて滑らかなのが特徴のパンツになっているんですけど、もうね歩いて動いてる感じですごくその感じが伝わるんじゃないかなと思います。でハイウエストのデザインで、これもかなり足長効果抜群のアイテムなので、まあ、こんな感じのちょっとねお尻がすっぽり隠れるようなストライプのシャツに合わせていただいてもかなりバランスが取りやすくって、ちょっとこうズルッとした感じで大人っぽく綺麗めな感じでまとめたいなって方はこういったコーディネートいいんじゃないかなと思ってちょっと一つ作ってみました。全体的に淡色でまとめているので、小物は全て私物のものになるんですけど、黒とかでまとめたりとか、アクセサリーもちょっと秋を意識してゴールド系で統一してみました。はい、というわけで4つ目はこんな感じです。続いて5つ目コーディネート紹介していきたいと思います。はい、では続いて5つ目のコーディネートです。5つ目はですね、色合い的に
は今回ねちょっとこう白とかネイビー系のアイテムをこう全体的に使ったコーディネートにしているんですけども、まあ、今回もその色味は使いつつ真面目風コーデっていうんですかちょっとオフィスコーデとかも入れつつのお仕事モードカフェに作業しに行くぞみたいな感じのコーディネートにしてみました、まあ、ポイントは異素材の組み合わせですね。シルクのパンツで合わせているこのケーブルのニットカーディガンがカシミヤのカーディガンになっております。素材がねまた違うの合わせるとめっちゃ可愛いかなと思ってやってみたんですけども、こちらの商品名がケーブルニットカシミヤセーターです。これもねすごく人気の高い商品なんですけども、本当に万能に使いやすいなって着てみて感じました。今は私普通にキャミソールの上に1枚トップス感覚として使っているんですけども、中にねシアのトップスとか、まあ、シアに限らずタートルとかをこう入れたりとかしてあげるのも可愛いし、まあ、全部開けて、中に他のトップスを着てみたいな着方も可愛いかなと思っております。まあ、今回は、ね、こんな感じでちょっとベルトもして小物も黒でここも統一してで、まあ、メガネだったりとかですね、そういう感じでまとめております。でここにですねちょっとこう同色の感じ、これがまた可愛いんですけど、リリーシルクのロゴがね刺繍されています。それもめちゃくちゃポイントのカーディガンです。はい、というわけで、5つ目はこんな感じでした。はい、というわけで続いてのコーディネートはこのカーディガンをねまた引き続き使った着回しコーディネートです。このカーディガンがやっぱりね上品感がより出るようなアイテムかなって思ったので、デートコーデみたいな感じでコーディネートを組んでみました。結構今まではパンツスタイルが多くって、私自身も結構ねパンツスタイルが大体多いんですけども、このカーディガンと相性いいかなと思って私物のねこういった形のスカートを合わせてみました。まあ本当このカーディガンがより引き立つような感じにしてみました。で差し色にはこういったバッグね、ちょっと華やかな色を持ってきまして、まあ秋だけど重たくないようなコーディネートにしたのがポイントです。6体目はこんな感じのコーディネートでした。はい、というわけで続いてのコーディネートはこんな感じの大人っぽいモノトーンコーディネートを作ってみたんですけども、リリシルクのアイテムはこちらの今着ているこのシルクのシャツですね。こちらの商品名がスプレッツァトゥーラシルクブラウスっていう商品なんですけども、この立体的なねタックが入っているのが特徴的なシャツになっております。すごくね上品な形で、先に着ていたストライプ柄の方のシャツは割とこうリラックス感のあるようなサイズでもともと作られてるんですけど、このシャツはねちょっとこう体にフィットするようなコンパクトめな感じで作られてるシャツになります。先ほどもお話ししたように立体的なねこのタックデザインなどのユニークなディティールを備えたミニマリストコンセプトを取り入れたアイテムになっているそうです。これにちょっと私物のねこういった感じのニットのワンピースを合わせてみました。かなりね綺麗めな印象の出るシャツになっているので、まあいろんなコーディネートの仕方があるかなと思ったんですけども、まあ、このシルクのねシャツの良さを出すにはと思って、このモノトーンコーデでワンピース合わせでねちょっと大人っぽくモードな感じで秋コーデ組んでみました。オフィスコーデでもこのシャツすごい使えそうだなって思いましたし、まあ、他にもねちょっとこの後ももう一個着替えようかなと思ってるんですけど、そういう合わせもいいかななんて思ってるので、ちょっとまだ続いて着替えてこようかなと思います。はい、というわけで続いてまたこのねシルクのシャツを使って着回しコーディネート考えてみたんですけども、さっきがちょっとモードで女性らしい感じのコーディネートだったので、ちょっとハンサムスタイルでやってみました。いいですよねこの感じ、私もすごく好きなんですけども、このねリリーシルクさんのブランドが海外セレブ愛用ということで、なんかちょっとイメージはそういう風になれたらいいなみたいな感じで作ってみたコーディネートです。なんかやっぱすごい大人のねそういう上品な形たちとかって本当にこうさらっとこういうシルクの素材だったりとかをなんかもうシンプルに合わせてるみたいなイメージがあったので、そういったコーディネートをねちょっと作ってみたんですけども、まあ、さっきが黒で合わせてたので、このベージュのこれ私物のパンツにはなるんですけども、ベージュ系のパンツで合わせてみました。なんかこの合わせもすごい色合い的に可愛いかななんて思います。結構私はこれ全部締め切っちゃうと割とオフィスコーデ感が強くなっちゃうので、オフィスコーデにはありだけど普
段着として使うのなら、ちょっと首元はね開けてアクセサリーをちょっとチラ見せしたりとか、まあ足元はねこういった感じのヒールとか、まあバッグはパンツに合わせてこういうのにしたんですけど、あとはまあこういう時にすごいちょっとカジュアル感を出すためにメガネとかサングラスとかをねつけてあげると可愛いかなと思って作ってみたコーディネートです。はい、こんな感じのちょっとこう背伸びしたハンサムコーディネートでした。はい、ということでラストコーディネート紹介していきたいと思います。はい、ラストのコーディネートを紹介していきます。ラストはもう結構秋みたいな感じのコーディネートにはなるんですけども、リリーシルクさんのアイテムは一つ目に紹介したねこのホワイトのカラーのねパンツを合わせております。このまたシルク素材のねパンツがやっぱりめちゃくちゃ気に入ってますね。可愛いなって何度履いても感じます。それに今回はまあモノトーン系で全体的に合わせてはいるんですけども、まずはこのプリント柄の T シャツですね。これ半袖で私物のものにはなるんですけども、ワントーン系のカラーでそこはまとめつつ、でもプリントのある T シャツで遊び心も入れつつ、でもジャケットでカチッとさは出しつつみたいなコーディネートです。まあ、ちなみにあとスニーカーにしてるのもこれにヒール持ってきてもすごい可愛いんですけども、ちょっと綺麗め感が出すぎちゃうので、まあ、T シャツでカジュアルなアイテムを取り入れてるんだったらスニーカーで外してもいいかなっていうことでこういった組み合わせにしてみました。このコーディネート結構私中でも好きなコーディネートになっております。このパンツが最初のね一つ目のコーディネートの時にはちょっとコンパクトめなトップスで合わせていて、まあ、ちょっと綺麗めなコーディネートにしていたかなと思うんですけど、今回はちょっとカジュアルな感じで外してもすごい可愛いかなと思って最後作ったコーディネートはこちらでした。はい、ということで以上ですね、ちょっと秋を意識した大人の秋ルックブックをやってみました。いかがだったでしょうか。もう本当にさ全部めちゃくちゃ可愛いしすごく綺麗なアイテムが多かったかなって思うんですけども、最初にもお伝えしたようにリリーシルクさんの詳細であったり今日私がね着用したアイテム等は概要欄の方にまとめておきますので、よかったらそちらからチェックしてみてください。でリリーシルクさんですね、今回お洋服のアイテムを中心にご紹介させてもらったんですけど、このお洋服以外にも枕カバーやナイトウェアなど誰かへのプレゼントであったりとか自分へのご褒美としてもこう購入できるようなアイテムを本当にたくさん置いてあって、めちゃくちゃ人気のアイテムも多いので、よかったらこちらのアイテムとかもぜひ見てみるといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は以上になります。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。